ってきたことやり方を見つめ直してもう一度出直そうということでやってまいりました。選挙公約マニフェストもですね、官僚の力を一切借りずに若い我々政調の副会長や部会長が中心となって自分たちの頭で考えて自分たちの言葉で書いておりますので、ぜひその変わってきた新しい姿の自民党を見ていただきたいと思いますし、民主党は世代交代して若手が出てきましたので我々は受けて立ってですね、正々堂々とこれから議論をしていろんな討論会出て街へ出て街頭演説をしてですね、どっちが言ってることが正しいのか、どっちが信頼できるのかということをしっかりと訴えて皆さんにもう一度信頼していただけるようにこれから頑張ってまいりたいと思います。どうぞ新しく生まれ変わってきた出直した自民党をぜひご支援いただけますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。自民党のマニフェストについて西村康稔政調副会長に話を聞きました。ありがとうございました。